つまり太陽光で焼かれたも同然、肉が液体化しさらに気化しているというわけか。どうだ、自分で波紋を受けた気分は。実にナイスな返事だ。その声に免じて楽にしてやろう。長者、決定的だ。俺は死んだな。決定的に。ジョジョはいともすんなりそれを受け入れた。恐怖はなかった、痛みもなかった、後悔もなかった。やるだけやったんだからな、そう思った。圧倒的悪の前にあるのは氷のように冷たい冷静な死にゆく自分を見る目だった。シトロハイムも同じだった。動けなかったシトロハイムは生きながら蛇に飲まれるカエルの気持ちを理解したと思った。この呼吸法だ。波紋使いの貴様を死という暗黒の淵に突き落とす儀式には、やはりこの波紋がふさわしい。100倍もの無限の谷底へ溶けて流れ落ちろ。波紋だって。石石、ジョジョはなぜカーズの前に石石をかざしたのか、彼自身理解できなかった。無意識だった。石石が波紋に吸い付くように勝手に動いたと感じた。しかしジョジョの肉体は知っていた。生き抜こうとするジョジョの肉体が動かしたのだ。ジョジョの生命の大車輪がジョジョの直感をプッシュしたのだ。石石は波紋増幅器だった、そしてそのエネルギーは一気に噴火活動のパワーとなって頂点に達した。岩盤ごと二人が押し上げられた。これは確かに凄まじいパワー。しかしこの数が噴火ごときで消し飛ぶとでも思ったか。長者、氷に変身して逃れてやる。永遠にさよならだよ長者。さすが地球のエネルギー、俺の腕をここまで吹き飛ばしたか。そうカーズ、貴様はこれも計算のうちか。ジョジョトイレ、これも計算のうちか。この一瞬がジョジョの切断された腕に気を取られた一瞬がカーズの運命を分けた。避けられるはずの下からの着弾板にさらに押し上げられた。